皆さんこんばんは、元男の子の青木香音です。ちょっと勘違いしないでくださいよ。昨日の動画と服装同じって言ってもね、私これタレ乗りですからね。2日連続汚い服を着てるって思わないで、迷惑。タイトルにもありますが、今日は皆さんに発表をしたいと思います。何の発表かというと、別にそんなね重大なことではないんですよ。毎回こういう動画出すと、なんかカノンちゃんびっくりするようなタイトルつけないでよみたいな、なんかサムネ釣りとかすんなみたいなコメントあるんですけども、そうじゃないかね、最初に伝えておきますけど、結論を話しますと、私のメインチャンネルの配信スケジュールが変わります。週3ですね。合ってるよね。大丈夫だよね。ちょっとね、少ないなって思われる方いらっしゃると思うんですけども、でもね、実は毎日投稿なの。どういうことかっていうと、月曜日と水曜日と金曜日が動画配信日で、で、それ以外の日はサブチャンネルで動画を公開するっていう形ですね。大丈夫かなっていうね、自分でもビクビクしてるんですけども、まあ、サブチャンネルはどっちかっていうとメインとは違って、もう低クオリティ大量生産っていうね、意識で私がやっていきますんで、ご理解お願いします。そうだよね。あんなね、低クオリティで広告3つ挟むっていうね、えげつない動画をね、連発してるんですけども、まあ、そこはちょっと、置いといて。まず、メインチャンネルのその配信スケジュールをお話ししますね。まず月曜日が、元男の子トークになります。まあ、昨日みたいな動画になりますかね。普段話せないようなことを、まあ、私にしかできないお話をするっていう曜日にします。そして、水曜日。水曜日はね、特にあんまり縛りなく公開していこうかなと思います。食べる系動画出すかもしれないし、あと外でお出かけ系の動画出したりするかもしれないし、いろんなジャンルをやっていこうかなと思ってます。3日目の金曜日が食べる系の動画になります。今までもこういうもぐもぐシリーズみたいなのをやってきたんですけども、それとは違ったテイストでこれからも配信していきたいなって思ってるんで、楽しみにしててねー。あと土日のどっちかでライブ配信をしたいんですよね。視聴者さんと生でコミュニケーションしたいんで、厳密に言うと週4日ってなります。一番私がこの配信スケジュールで気合い入れる日は多分水曜日なのかなって思ってるんですよ。まあフリーの日なんで、今までチャレンジしたことないような企画もやってみたいし、まあ、今まで通りの緩い動画かもしれないし、そこもご期待ください。なんで今回こういう形を取ったかというと、私のチャンネルって今一人でやってるんですよ。最近は違うんだけども、ちょっと前まではほぼ毎日投稿してたじゃないですか。撮影をして、編集をして、アップロードするっていう工程を毎日こうやってやっていくと、結構ね、動画の幅が狭まっていくんですよね。あ、今日のヘア撮り動画、編集して出さなきゃーってね、なると、外でこうやってお出かけ動画したいってなっても、行く時間ねーなーってね、なりますよ。ね、なんでこんな声で喋るのかわかんないけど、まあ私もありがたいことに間もなく20万人を突破させていただくんで、これを機に少しずつ私のチャンネルを中身もね成長していけたらなと思い、こういう形を取らさせていただきました。やべえな、かしこまっちゃった。あともう一つの理由は、サブチャンネルをもう少し盛り上げたいなっていう点でございます。そりゃね、サブチャンネルも盛り上がってくれたらこういうことですよ。実は以前もこういう形を取ったことがあって、確かね、去年の9月ぐらいだったんですかね。もう意外と好評だったんですよ。まあ、それも理由の一つですかね。これからしばらくは週3動画投稿で、プラス生配信の、週4ですかね。それでいきます。ねえ。なんかね、最近私のコメント欄に、カノンちゃんって、なんか見た目は女に近づけたかもしれないけど、手が男だよね、みたいな言われるの。そんなことないですからね。これ広角レンズって言って、なんか手前に映るとすごい魚眼っぽく、こうでかく映るんですよ。ね、こう、私の幅と合わせとこんな感じですよ。私別にね、大きくないですからね。ほら。ほら。でもこうやるとほら、でかくなんですよ。わかります？甘いな。もし今後も応援していただける方がいましたら、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、そしてサブチャンネル、アキカノンの秘密箱は、画面の下からチャンネル登録できますので、そちらも登録お願いします。登録してね！これからちょっとしばらくは週4で出していきますので、期待しててくれよな。この後私は秋葉原にケーキを食べに行くんですけども、その動画もちょっとお見せしたいんで、ぜひボーナス登録見てください。とりあえず閉めます。また次の動画でお会いしましょう。秋葉原へ出発。
発進か。あ、ごめん、ちょっと指差しちゃった。ここで皆さんにお知らせです。2月の23日13時から15時までの約2時間、場所は東京都の天太郎品川港南口店さんにて、私の幼馴染である、幼馴染で YouTube 歴約3ヶ月目の激辛ジョニーさんが初ファンイベントを開くそうなので、宣伝です。でなんで宣伝してるかというと、実はちょっとね、ちっちゃく米印書いてありますが、私ゲストじゃなくてお客さんとして行くことになったんですよ。なら私の視聴者さんもぜひ来れる方いたら来てほしいなっていうことで今呼びかけてるわけです。で私も今までなんかファンイベントみたいなやったじゃないですか。でしばらく私そういうこと、まあ今んとこ未定なんで激辛ジョニーさん踏み台にね、私に会いに来れるよっていう方は来ちゃってねっていう、まあそういうニュアンスで今お話ししてるわけですよ。でなんで今回私はゲストじゃなくてお客さんかというと、私今事務所に入ってるので、まあ、急遽これ決まったわけですよ。だからいきなりね
事務所さんにゲストとしてジョニーさんとこのファンイベントに出演することになるんですけども大丈夫ですかみたいなこと言ったら、いやそれはちょっとみたいな、ギャランティーどうするんですかって話になるから、いやそしたらそれはちょっとねややこしい話になるし、もうめんどくさいからお客さんとして行ってもノーギャラですよ、ノーギャラで普通に遊びに行こうかなっていうことでお客さんって言ってるんですよ。本当に私もノーギャラですよこれはね視聴者さんの目の前で話すのはどうかと思うんですけど、私はちゃんと皆さんと同じ平等に同じ立場で税込み4,000円をジョニーさんに支払うわけですよ。だからジョニーさんね、いろいろ頑張ってほしいなって思う所存でございます。ぜひねジョニーさんの宣伝動画を見て内容をご理解していただいた方はぜひお申し込みください。画面の下に全部あります。 あるっていうかジョニーのその動画のリンクあります。で私に質問しないでね、私はお客さんですよ、視聴者さんと同じ立場だから、もうこういう業務は私はやりませんぜひジョニーさんに質問あればしちゃってください。またねー。じゃあ皆さんの参加待ってます。